こんにちは、ロバのポルゴ、名田誠司です。今日のテーマはアルファベット。何語でもそうなんですけど、言葉を勉強するときにはまず文字を覚えないとダメですよね。でも全然心配しないでください。私たちが力を合わせれば、ちょろいです。ということで、今日の私たちの目標はポルトガル語のアルファベットをまず暗記して、最終的には自分の名前のスペルをアルファベットで言えるようにしようというのが目標です。レッスンの流れ、まず最初にアルファベットについてざっと解説して、その後でたくさん反復してアルファベットの暗記を目指します。で、最後に、いろんな名前を言う応用練習をしたいと思ってます。では、早速解説始めていきたいと思います。まずアルファベットとはそもそも何かということなんですけど、アルファベットって、文字の名前のことなんですよね。要するに英語の ABC を、ポルトガル語で何というかっていう話です。で、呼び方は違うんですけど、文字そのものは英語と全く同じなんですね。ただ一つ、その今まで皆さんが知らない新しい文字としては、この C に下にヒゲがついたような文字、これが一つあるだけなんです。ポルトガル語ではセーセジーリャと言ってですね、このヒゲの部分をセジーリャと呼ぶんですけれど、私はヒゲのセーと呼んでます。だから、まあ、セーセジーリャなんていう言葉も全然、覚える必要はないんですけれど、この文字以外は英語と全く同じです。せっかくの機会なので、ちょっと皆さんを励ますような話をしておければと思います。普通外国語を学ぶときっていうのは、まず文字の書き方から学ばないとダメですよね。例えばアラビア語を学ぶんだったら、あのミミズのようなアラビア文字、ニョロニョロの文字学ばないといけないし、韓国語だったらハングルですよね。フィリピンのタガログ語だったらタガログの文字があります。あるいは、外国人が私たちの日本語を学ぶときにも、まずひらがなやって、その後カタカナやって、じゃあそれで何か読めるかって言ったら、実際には漢字やらないと全然読めないと。じゃあ、1年生から6年生までの漢字やったら新聞が読めるかって言ったら、まあ少しは読めるかもしれないけど、まだ読めない字もありますよね。ということで、普通外国人がですね、日本語を勉強したりとか、あるいは、日本人が他の外国語を勉強するときっていうのは、まず最初に文字の書き方を覚えることですごく苦労するんですよね。ところが、まあ私たちポルトガル語の場合は英語と同じアルファベット文字を使うということで、それをもう免除されてるっていうことなんです。いかにまあこれがラッキーなことか。例えば車の免許で言ったら、学科をすっ飛ばしていきなり実技から入れるようなもんですよね。まあ、ポルトガル語大変なことが多いので、そういう大変なことばっかりに皆さん気がいっちゃうんですけれど、結構ね、恵まれてるんですよね。そのことを、まあちょっとこの機会にもう一回確認してもいいんじゃないかなと、思いました。はい、ということでここからが本番です。まず A から Z まで通して、読んでみるので、私の後についてでっかい声で読んでみてください。では行きましょう。 A A B B C C D D A A F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z。 はい、今発音してみて、ちょっとあれあれと思ったところなかったですか？
実は英語とポルトガル語で結構発音が似てて紛らわしい文字っていうのがあるんですね。それがまずこれなんですけれど、英語で言ったら A ですよね。この文字は皆さん英語で言ったら A と思うんですけれど、これはポルトガル語では A、 こっちの文字は英語では E と読むけどポルトガル語では A、 この文字は英語では I だけれどポルトガル語では E なんですよね。もう一つこっちは英語で言ったら G だけどもポルトガル語では J、 こっちは英語で J という文字がポルトガル語では J。 もう一つ英語で K というのがポルトガル語では K で、英語で Q というのがポルトガル語の K なんですよね。で、何が起こるかっていうと、例えば何か単語の説明するときにこの文字は E で始まりますよっていう説明したときに、その E っていうのは英語の E ですかポルトガル語の E ですかっていう話にいつもなるんですよね。ということで、そういうごちゃごちゃを避けるために、一応このロバのポル語ではアルファベットの読み方っていうのはポルトガル語の読み方に統一していきたいと思います。はい、ではこの後は文字別に見ていきたいと思います。赤くなった文字を読んでいってくださいね。一緒に読んでいきます。A B C D A F J F A D C B A AA G F C A F B A D G C A G H I J K L M N M L K J I H L H N M J L M I H K N J L N O P K R S T U T S R K P O S O U T K S T P O R U K S U V W X Y Z Y X W V Z Y X Y V X W Y Z V X W Z Y。 さあ、それではちょっとテストです。赤くなった文字、一瞬間を置きますので私が読む前に皆さん読んでみてください。どれぐらい覚えられてるでしょうか。なかなか覚えられてないのはもう当たり前なので、すぐ言えなくても心配しないでください。もし言えなければまた何度でも戻って、練習すれば大丈夫です。 T B P D G C K K U O M L N W H
ぜ、ヴェ、ア、シス、エス、イ、イプシロン、エ、ジョータ、エフ、エヒ。はい、では最終段階なんですけれども、スペルの尋ね方ですね。逆に言うと皆さんはスペルがこういうふうに言われて尋ねられるということなんですけれど、お名前のスペルを教えてくれますか？ポージソレトラロセウノミ、ポージソレトラロセウノミ、ポージソレトラロセウノミって言われたら、スペルを教えてくださいというふうに言われてるということです。もう一個が、お名前どう書きますか？書き方ですよね。Como se escreve o seu nome? 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 って言われたら、綴り書いてください、綴り教えてくださいということです。じゃあいくつかの名前で練習してみたいんですけれど、まず最初、パオロという名前ですよね。一文字ずつ言ってみましょう。ペアウエリオパオロ、横に行きます。エシウゼウカイスズキ、エエリアENA Elaine KAZUO Kazuo ALEXANDRE Alexandre MAHIEMarie, J-O-R-G-E, Jorge, Y-U-I, Yui。 はい、いかがだったでしょうか。一応ざっとですけれど、それぞれのアルファベットの読み方とそれを組み合わせた綴り、スペルですよね、それの練習をしました。1回でできるわけないですので、何度も何度も振り返ってやってみてください。必ずできるようになりますのでね。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。Follow